皆さんこんにちは、シュートです。強くなれる理由を知ったってことで、今鬼滅の刃って言えばもう知らない人がいないってぐらい人気の作品じゃないですか。もちろん僕も鬼滅の刃が大好きで、アニメも全部見たし、漫画も全部読んだし、映画も見に行きました。で、もうそれだけ見るともう影響されちゃうんですよね。うわ、俺も鬼殺隊になって悪い鬼をたくさん退治したいなとか、炭治郎みたいに妹を命がけで守ってあげたいなとか思うわけなんですよ。だから僕は今日からもう鬼殺隊に入ろうと思います。でもまあ実際問題、鬼殺隊があるのかどうかわかんないんですけど、まあ、僕の周りに鬼殺隊の大使がいないんで、だからもう今回は僕が鬼殺隊を作っちゃおうと思ったわけなんですよ。じゃあまず何が必要か。そう、日輪刀なんですよ。というわけで今回の企画は、日輪刀を作って鬼殺隊立ち上げてみたー。どうしたって消せない、ということで今回は日輪刀を作っていくんですけど、まあ最初なんで主役の炭治郎の日輪刀をモデルに作っていこうかなって思ってます。じゃあ早速材料紹介をしましょうか。エントリーナンバー1、木刀。見てこれ、めちゃくちゃかっこよくないですか。僕前剣道やってたんで木刀とか何本か持ってはいたんですけど、黒い木刀っていうのをね買ったのが初めてで、もうねこれだけでめちゃくちゃかっこいい。エントリーナンバー2、つば止め。エントリーナンバー3、ビニールテープ。赤いビニールテープです。これ、つかを作るときに使います。エントリーナンバー4、両面テープ。これも、つかを作るときに使います。エントリーナンバー5、ひらひも。なんか、平べったいひもなんですけど、これも、つかを作るときに使います。つかだけに。ってことで、まあ、以上の5個で作っていこうかなって思うんですけど、まあ、ぶっちゃけこの黒い木刀がめちゃくちゃかっこいいし、炭治郎の刀も黒いから、刀身はね、いじる必要がないんですよ。だからぶっちゃけ作り込んでいくのは、この唾の部分をつけるのと、この塚を作るぐらいですかね。ここを作るのってちょっとね、手間がかかったりするんで、それを多少説明しながら作っていけたらなって思います。ってことで、早速やっていきましょう。レッツ全集中はい、ということで早速炭治郎の日輪刀を作っていきましょう。まず炭治郎の日輪刀って刀身が黒くて、塚の部分の内側が赤かったんですよね。そう、だからまずはこのね、塚の部分を赤くしていこうかなって思ってます。方法は簡単です。さっき紹介したこの赤いビニールテープを巻いていくだけです。はっ、せいせい。皆さん、鬼滅の刃で好きなキャラクターいますか？まあ、好きなキャラでも好きな日輪刀でもいいんですけど、この日輪刀かっこいいなみたいな、ありますか？あったらぜひね、教えてください。気が向いたら僕が作ります。これはきついですね、めちゃくちゃ。皆さん、呼吸法って何を使いたいですか？使えるなら。僕はね、まあ、火の呼吸とかめっちゃかっこいいけど、まあ、雷の呼吸とかめっちゃ使いたいなって思いますね。なんかの CM で、雷の呼吸の速度みたいなやつが出てたと思うんですけど、時速170キロとか、ピカチュウキロぐらい出てるらしいんですよ。全一の霹靂一閃。だから、ね、雷の呼吸使ってみたいんですよ。まあ、作ってるのは炭治郎の日輪刀なんですけどね。どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。あっ、へい、見てください。巻き終わりました。ちょっと雑なところもあるけど、初めてにしては、良くないですか？これで、僕の今日から鬼殺隊ですね。そしたら、最後にここに、唾をつけて、はい、これ、唾も真っ黒。上から通して、で、ちゃんと唾止めもつけたら、炭治郎の日輪刀、完成でーす！見てください、この美しい黒刀。塚を巻くだけでも、めちゃくちゃ苦労したんで、これはまあ、鋼塚さんが、
刀割られてブチ切れるのも納得ですね。そしたら僕の日輪刀も出来上がったことなんで、早速鬼退治行っちゃいましょう。鬼の匂いがする。近くに鬼がいるぞ。お前は上弦の三スライム。俺の仲間はお前に殺された。その叩き今こそ取ってやる。全集中、水の呼吸、一の方、みなもぎり。シュン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 、スパーン、シュン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 。またつまらぬものを切ってしまった。